どうもねです。実写です。今回はですね、ミオンに生まれ変わっても YouTuber やりたいっていう質問をしている動画があったんですね。それに対してミオンの返答が、はい、このメンバーでやりたいですっていう回答だったんですね。だからミオンは本当は脱退したくなかったんじゃないかなという感じにも思いますね。まあ脱退したかったら自分から脱退するでしょうしね。まあ皆さんね、こういう質問だけでね、どの動画か分かった人もいると思うんですけど、ただミオン、あの動画、結構ネタで答えてるとこもあって、本当のところはわかんないんですけど、でもあの時キララが言ってたのは、生まれ変わっても YouTube やりたいかについて、マジ無理やめたい普通にって言ってたんで、で、それ本当に言ってたらしいんですよね。だから本当のところはわかんないんですけど、ただなんか昔の動画とか見ると、この6人で頑張っていきたいっていう動画もあるし、なんかそういうの見てくると切なくなってきますよね。これからミオン抜けてどうするんですかね、バンドは。YouTube は継続できますけど、バンドは普通ね、誰か一人抜けたりとかしたら、まあ活動休止とかなりますけど、多分まあ、続けるんですかね。まあサックスなんでね、ギターとか抜けたら代わり探さないといけないですけど、なんかそれもそれでちょっと悲しいですけどね。まだわかんないですけど、でその動画の続きに一番仲良かったメンバーはっていうのがあって、それがキララだったんですね。で一番ご飯行ってたらしいんですよ。でなんかミオン脱退の件のステミレイツの動画ってキララから報告してるじゃないですか。だから結構キララも辛かったんじゃないかなと思いますね。一番仲良くしてた人が、まあ、辞めることになって、それでね、それを言わなきゃいけないし、ファンの人たちに理解してもらうために結構ね、厳しくも言わなきゃいけないし。でもなんか、あれですよね、一応ステミレイツっていうブランドというか、名前が大きくなってるので、今ミオンがすぐに YouTube 個人で復帰したとしても、結構なチャンネル登録者増えると思うんですけど、まあそれは多分やらないんですかね。どうなんでしょう。まあ、ただ、生まれ変わっても YouTube やりたいっていう質問に対して、生まれ変わってもこのメンバーでやりたいって書いてあったのがすごい嬉しいんだけど、ちょっと切ないですね。はい、ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。またね、ステミレイツの動画上げていきますので、よかったらチャンネル登録、グッドボタンお願いいたします。それではまたお会いしましょう。